ちょっと無理。今回は三国志13パワーアップキット実況していきたいと思います。前回は突撃しまくって乗り切ったような気がしたところまで。だけど状況が変わらずかなり厳しいよ。そこで皆さんからいただいた情報を参考にいろいろ試行錯誤していこうと思うよ。教えていただいたのは一人で戦っちゃダメってことを。兵数が多い方がいいのかなと思ってたけど、そこあたりは確認していきたいところだよ。兵役人口を増やすには民心を高めろ。上げてたつもりだけどまだまだなようだね。兵役人口というより増加兵役が増える。14的に考えると増加兵役は母兵用なのかな。あとはバフとデバフが強いから活用しろ。突撃も十分に強かったけど、それではというところだったようだよ。楽しかったけどな。あとは敵部隊の縁の縁を選択すると強撃指示が出せるようなので、活用して強撃を狙っていきたいよ。それだけで士気が下がるみたいだからな。士気ゲー、物量ゲートの情報があるので、そこあたりも確認したいね。前回蹴散らした記憶があるのに兵役人口が多い。曹操軍の状況を見てもらったと思うけど、かなり厳しい兵力差があると感じているよ。どう逆転していくかだな。とにかく防衛し続けて活路を見出していくしかないかな。とにかく西北を奪還したいよな。そうだね、北海との連絡が回復すればまた変わるかもだからね。全力で民心上げ中。成果としては低いけどこんなもんだね。最低数を何度も連打してる感じ。数で勝負という感じだよ。軍事重心枠と同志枠を最大限使用中。目標値が10で27上がったら十分だよな。これを繰り返して民心をどんどん上げていくよ。観光君が苦しんでいる。助けてあげようか。ごめん、すまぬ。効率も上げて仲良くもなれるという一石二鳥な行動。仲が良くて悪いことはないだろうからね。頑張って民心を上げる日々をしていたら。敵軍が我が領内に向け出陣しました。総数55,900か。かなり厳しい数字だね。教えてもらったことを活かしつつ撃退しなきゃだな。頑張りますか。巨匠の兵役人口は回復して14,000程度。呂布軍の回復速度がおかしすぎるんだよ。文句言ってても始まらないんだよな。早速牧羊救援軍を編成するよ。許可は下りたから。一部隊目はいつも通りの仲良し3人組。加工順に加工園、加州だね。二部隊目は戦法が優秀そうな観光にするよ。敵の守備力ダウン出せる戦法を使えるんだよな。これでどうなるかを少し検証してみようと思うよ。副将には総人と総順王。陛下は騎兵で、正確には強騎兵だね。攻撃と破壊、防御が上がってるけど編成にお金がかかる。ただとはいかないよね。この2部隊で兵数は4000ずつでいいかな。あまり連れていくと巨匠攻められちゃうからな。守りまくりは大変だからね。我が部、また炎章さんが援軍に来てくれた。兵数では負けているけどなんとかしたいところだよ。やろ。縁の旗に敗北は行く。ここで炎章さんが指揮権をくれた。これはありがたいね。炎家の兵をすりつぶしてやる。そんな余裕があればいいけど。で、なんで加工屯は場外夫人なの。なんだろうね。とにかく合流して敵を叩きまくろう。回転間もなく候補数が援軍に、兵数がほぼ互角になった。となればあとは傭兵勝負だね。けど、傭兵に定評がない例もなんだよな。そこはなんとかするよ。城門前でごたついてるけど、まずは観光の守備弱化を。範囲指定なのな。我が策、とくと味わえ。これでまずは2部隊撃破を目指すよ。でも、場外に出れない。確か、強撃指定ができるとか。ここで長州軍が動いた。またさっさと牧羊防衛して戻らないと。なんかもう壊滅させた。早くない。話してる間に終わったんだけど。この紫色の矢印だね。これが強撃指示か。正面で戦わせつつ、どんどん回り込ませよう。守備弱化も忘れずに。これは弱化が効いてるのか、強撃が効いてるのか、どっちなんだろ。どっちもじゃない。となると、今のところはうまく戦えてるのかな。かしこまりました。
おお、器用に回り込んでる。お任せあれ。手動でやるとなるとかなり難しいんだよね。どんどん回り込めー。かしこまりました。わかったぜ。光神撃破。もう1万5000ピカッタ押してる。こっちの損害は皆無なんだけど。これはやばいな。戦い方一つでここまで変わるなんてね。進め。先によく潰す。そうだね、総大将を撃ってしまおう。その方が早く終わりそうだもんな。それにこの戦い方をすればよくといえど瞬殺だろうし。進め。みんな突撃だ。お任せください。よふ、出てきや。かしこまった。本陣に強撃はないか。じゃあ、守備逆かだ。我が策、とくと味わえ。みんな集中攻撃しろ。よふを倒す前に戻ってきたようだね。お任せあれ。片手まで迎撃だ。一部隊ずつ来るなら問題なく撃退できるはずだからね。我が策、とくと味わえ。よく撃破。足を引っ張り寄って。あとは残りを潰すよ。一部隊ずつ確実に撃破していけ。本陣撃破で終わらせてもいいけど、できる限り兵を討ち取りたいね。将兵で回復されたら元も子もないからな。そういうことだね。かしこまりました。牧羊の収穫を大豊作にすべく頑張るぞ。強撃しまくれ。かしこまった。後続がどんどん来るけど。守備弱化を追って。我が策、とくと味わえ。強撃しまくれば終わるはずだよ。かしこまりました。正面で受け止める部隊と回り込む部隊に分かれろ。これでも残り3部隊。お任せください。これで残り2部隊。強撃して守備弱化させても結構かかるね。兵数差もあるのにな。最後に余霊機を撃破しておしまい。そうそう、炎症連合軍は55,700で開戦して、終了時の兵数が52,038。たった3000程度の存在で55,900を撃破したのか。なんということでしょう。今までどれだけ戦い方が下手だったかだな。でも、この戦い方をすれば負けはないことだけは分かったね。さらにこっちの兵士の消耗も抑えられる。いいことずくめだけど、巨匠に急いで戻ろう。長州軍が迫ってるからな。行くぞ。すでに戦闘中だ。ここで長州軍が逃げた。巨匠防衛の必要がなくなったのは助かるね。じゃあ、民心上げ頑張るか。民心を上げる日々。問題は巨匠で金不足に陥ってること。内政してもしても全然暮らしが改善しない。天下の曹操軍なのになんでだろ。東将軍にも舐められる始末だし、兵がいないから身動きが取れないんだよね。あれかな、巨匠配属が問題あったのかもな。それはあるかもね。増加兵役は結構増えたのに兵役人口は全然なんだよな。内政値が低いのも問題なのかも。軍事担当だからそこまで口出せないしな。できなくもないけど民心上げで忙しすぎるんだよね。孫策軍は順調に勢力拡大中。なんで曹操軍で伸び悩むのか。プレイヤー補正かな。そうだとしたらかなり極悪だね。表情ではなぜか強気な曹操様。賛成してしまってる。加工順も悪いといえば悪いんだけど、攻めないと活路ないのはあるよな。どこか弱いところを攻略したいところではあるけど。縁の制圧。ありといえばありだけど、勝てる。厳しいとは思うけど賛成しておこうか。任務を預かっております。承知した。曹操様が指揮するのに行かないわけにはいかないよな。覗くのみだ。呂布軍に遊備軍が動き出してるのに縁攻略か。遊備軍攻める方が硬い気もするけど。なんでか曹操様が動かないんだけど。何かしなきゃないとか。それがもう編成を終えて参加しちゃってるから何もできないんだよね。集落取られたし、まだ編成準備中とか。なら待てば出陣してくれるかな。その間に呂布軍が陳留に攻め込んでるんだよな。急
救援に行きたいのに行けないんだけど。何かのバグかと思いセーブロードしたけど。曹操様は動かない。当然ながら曹操様が率いる軍勢なので一切の指示を受け付けないよ。このまま行ったら金龍落ちるんじゃない。救援に行きたいけどどうにもならないんだよね。ようやく存在少なく勝てる方法が分かったのに。このままじゃ行かせないうちに滅亡してしまいそうだよ。え、本当なんでなの。まさかの曹操様がストライキを起こしたとか。いやいや、君主だし。そうだよねー。2ヶ月近くの沈黙を破り曹操様が牧羊へ進撃を指示。だけどここで陳竜が陥落。さらに牧羊も危機に。ここで曹操様は軍勢を解散したけど、もう打つ手がないよな。正直ここから牧羊を救援に行くのは不可能に近いよ。これは終わったかな。なんというか、まさかの曹操様のストライキで滅亡間近になったところで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。